はい、どうも。どうも。お笑い芸人の中西さんです。漫画家の鈴木一成です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。またこっちに戻ってきました、公園に。ね、いい公園だよね。前回がなんかすげえ暗い話ばっかりだったなと思って、なんか別にそれ、うん、あそこの場所に理由があったわけじゃないと思うんだけど、うん、なんかこっちでやった時はなんかこの撮影したの見たんだけど、うん、俺の声も出てたような気がしたんで、そうね、そのいいイメージをなんかこう追い風にしてできたらなと思って、またここでやらせてもらいます、うん、よろしくお願いします。で、あれ自己紹介したしたっけ。ああ、したよ。じゃあとりあえずね、酒用意してきたんですけど、はい、じゃあ開けます。早速開けます。もうちょっと喋る、普通に飲む。飲みます。あ、じゃあ、はい、じゃあ月経感ね、ちょっと待ってね、ごめんね。月経感とか言ってる間に中西さんが開けちゃったね。はい、はい、じゃあ生き残ったな。ああ、生き残ったな、俺ら。いやなんかいただきますよ。ちょこっと前回の時もう飲みたくて飲みたくてね、しょうがないんだよ、うん、あと一応マスク飲んだ後はマスクまた戻すって認識してね。うん、それ日本酒、日本酒でいい。今日本酒、ね、俺普段飲まないからさ。そう、月経感でさ、度数ってあるじゃん。うん、それパーセントとはまた違うの、度数っつうの。いや同じだよ。あ、そうなの。うん、じゃあそっちの方がじゃあ度数高いんだ、こういうの。それ10何度ってなんてなかったっけ。これね、13度以上、14度未満。じゃあ結構強いんだ。だから量少ないわけだね、うん、そう、缶のやつとかで、うん、ただアルコールの総量という考え方するとさ、同じぐらい、同じどころか中西さんが持ってるやつの方ががぜんアルコール入ってるよ。ストロングゼロ、これ初めてだわ俺。ここ3、4年で出てきたやつでしょ、この強いやつ。もっと前な気がするかな。でも俺よくこういうの飲んでた時にはなかった気がするから。ああ、ね、俗にね、人間をダメにする飲み物とか言うよね。飲んだ感じはまあ今まで飲んだことあるのとそんな変わんないけどね。うん、まあでもなんか強いんだろうね。強いよ。そうなの。え、それ何味なのそれ。それダブルパイナップル。ダブル、何がダブルなのこれ。ね、ダブルってついてるやつはね、要はパイナップルの味が違う、パイナップルの味が2種類入ってるんだよ、そういうのは。あ、そうなの。うん、それよく読んでも分かんないけど、しっかり果実感だから、要するによりパイナップルの味が長く感じられるタイプなんだよ。うん、ああ、そうなんだ。美味しいと思うよ、すごく。まあ、あんま分かんないかな。なかなかいいチョイスするな、中西さん。いや、なんか正直あんま飲めないからさ、こういう味だけでもなんかジュースみたいなのじゃないと飲めないし、せっかく飲むんだからなんか酔った感じにならないとあんま意味ないだろうなと思って、うん、いや何のために飲んでるかっていうのは、うん、多分これ飲み終わった時と、うん、中西さんがそっち飲み終わった時、多分中西さんの方ががぜん酔っ払ってると思う。あ、そう、うんうん、まあ見てもらったらね、分かると思うんで。うん、いや、うまいな月経感。なんか R1 のさ、うん、とかライブで見に来てくれた時とかさ、俺のお笑いライブ、うんうん、の後に、なんか飯屋行って飲むぐらいだよね。そうだね、鈴木さんと飲むってね、中西さんのおごりでね。まあまあね、でなんかごちそうになって助かるから、R1 の手伝いも。そんな本当はお金とか渡さんといかんぐらいのことだと思うけど。まあ要は中西さんがね、 R1 に出るときに俺が、音響係をね、そう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 、やらせてもらってまして、そうそうそう、うん、そう、
そのなんかその話続くのかったなと思ったけど、それだけ、あ、うん、ああそうそうそ う, そうで、まあご苦労様でしたっつって、そうそう、安いあのよくあるチェーン店の中華屋でなんか酒とか食べ物とかどんどん食っていいよっつって、 そ, う、ね、そのぐらいで多分5時間ぐらい拘束させてると思うんだけどね、うん、まあね、それで場所はでもね、うん、その飲み屋はね、新宿歌舞伎町だもんね、うんうん、なんで今場所こだわってみたの。いやほら、うん、やっぱこれさ、うん、やっぱ日本中の、うん、まあ極端な話、世界中の誰でもこれ YouTube 見れるからさ、うん、ね、新宿の歌舞伎町っつったらさ、うん、すごい派手なイメージあんじゃん、うん、だけどね、うん、まあリーズナブルなお店があるんだよね。ああ、まあね、まあ大体のそのチェーン店は揃ってると思うよ、あの辺りは。うん、あの今話題のね、アパホテルの豪華なホテルもあるよね、近くにね。アパホテル豪華なホテルなの？いや、アパホテルのなんか豪華版みたいな感じ。あ、そうなんだ。なんかよく地方の駅前とかにあるんじゃなような感じじゃなくて、すごい結構高層ビルみたいな感じの。今なんか1泊2500円キャンペーンみたいなのやってんだよ。やっとるやっとる。ああ、うん、そういう感じの、うん、がある場所でいつもね、いや安いあのあれで飲んで食べてしてもらってます。はい、はい、ね、いいね、一泊2500円ってさもう何の理由もなくさ、うん、泊まってみたいような気がするよね。あ、まあね、一泊だからなんか缶詰、何、作家さんが言うとこの缶詰みたいな、缶詰みたいな状態にはね、うん、いいだろうね。うん、うん、そのぐらいだったら編集の人とかも出してくれそうな。だってね、2500円じゃさ、うん、30日泊まったとしてもさ、うん、7万5000円くらいでさ、うん、住むじゃん、うん、ね、贅沢だね。まあ、多分このコロナのあれで宿泊者が少なくなったからっていうのだと思うから、お、急いだ方がいいんじゃない、泊まりたいんだったら。うんうん、なんか今さ、うん、あれだよね、何、東京アラートってものがさダサいよね出されたんだけどさ、まあはっきり言ってさ、ちょっと戸惑うよね、うん、だって緊急事態宣言ってものがあったり、うん、自粛要請ってものがあったりして、うん、で今度また3つ目に東京アラートってのが出てきてもさ、もう正直単に自粛要請っていうのと何が違うのかも分からない。自粛要請はもう解除されたままなんでしょ。うん、だよね。そう、何、何の拘束、気をつけてねぐらいでしょ。うん、アラートってことはさ、うん、まあ、警報っていう意味だから、うん、要は警報が鳴ってる状態ですよっていうことが言いたいやつなんだと思うんだけど、うん、いやでもさ、うん、それはあの自粛を要請した時に戻っちゃったってことなんでしょ、要するに。じゃあもう一回やらないとさ、何の意味もないよね。ないわ。それただ単にさ、なんかこの経済とかをまた停滞させるのが嫌だから、もうそういう経済は動かしたままあれだよね、お前ら自己責任で気をつけろって言ってるだけだよね。うん、もうなんか何の意味あんのっていう、本当に、うん、ね、なんかどうしろっていうの、ね、っていう、もう政治の方ももうちょっとどうしていいかわからんくなっとるんだろうね、うん、いやもうさ全然また自粛要請しますでいいのにね、別に、うん、何もかっこ悪いとかじゃないけど、なんだろう、うん、みっともないとか、なんだろう、批判は絶対あるけど、なんでその不完全なまま自粛解除しちゃったんだみたいなのはあると思うけど、それでもさ、何の意味もない自粛アラートとかいうものを出すよりかは、東京アラートね、うん、もうんいいと思うんだよね、うん、だいね。あと昨日なんかはさ、うん、東京都でまた新たに感染者がさ、うん、34人もいたってことでさ、うん、ならね、東京アラートと言わず再びね、うん、緊急事態宣言もう一度、うん、っていう、まあ、東京都だけね、うん、やればね、まあ、東京都だけにやれば、うん、まあまあ経済も
の泊まるのもまあ最小限に抑えられるかなな素人考えには思うけどね。うん、なんだろう、解除したのにまたやるのもみっとも、なんだろう、失敗したって思われるとでも持ってんのかね、それでごまかせるとでも、うん、ってなんか知らんけど、もうこっちからしたらどう何気をつけていいか分かんないし、うん、曖昧だよね。だからもう解除された時と同じように多分ねみんな生活するよね、うん、これからも。あとましてや俺なんかさ、うん、この撮影にしてもさ、またね、うん、元のさ、うん、散歩しながらの、ね、雑談するスタイルに戻りたいっていう言ってるよね、ずっと、うん、欲があるもんだからさ曖昧なことされるとさ、うん、やっぱ動揺っていうか、ね、心、俺の心も曖昧になっちゃうから、ね、そんなに依存してたんかあれにっていう。まあまあそうだよそうだよ、そうだろ、そうだよ、俺はあの撮影が楽しみで楽しみでそれは心苦しいな俺からも、うん、で別に俺がコロナで死んだとしても誰か他の人見つけてやってよ。やるよやるよ、ジョージ秋山先生のようにね。ああ、うん、亡くなられましたね。あのこれいつ気づいてくれるかなと思ってたんだけど、これあまだピンとこない。いや、ジョージ秋山先生の、うん、どっちだっけ、アシュラじゃない方、ゼニゲバの方だよ、わかんねえ。うん、そう、蒲郡風太郎の目を再現したのに何なのそれってあの用意しながらこれつけてたら言ってたんで、なんか中西さんが目に眼帯みたいなのつけてるから、うん、何やってんだろうって、俺は突っ込まねえぞって思ってたんだけど、そんな、いや別に突っ込んでもいいでしょそこは、うん、ただの意地悪なやつじゃん。そうだね、ゼニゲバのね、ジョージ秋山先生のね代表作の一つね、うん、ゼニゲバの主人公のね、うん、蒲郡くんのね目だよね、うん、多分なんかあれでしょ、目が悪いっていう描写なんだろうけど、これすごいなと思って俺読んだ時に、うん、この発明だなと思って、うん、この目を作ったっていうのは、うん、まあ、鈴木さんには言ったかもしれないけど、なんかねこういう目なんですよね、よく見えるようにしたらこういう、こっちが多分なんかね元々の目の障害かなんかで目が潰れてるみたいな描写で、こっちは普通の目なんだけど、だいたいゼニゲバこと蒲郡風太郎って、うん、あれなんだよね、表情が怒ってるか、うん、笑ってるか、その笑ってるっていうのも金儲けしたぜみたいな、まあ、あのちょっとゼニゲバ説明してちょろっと簡単に。あのね、もう忘れちったよ。いや、そんな心の響き方だったのか、あの漫画が。いや、昔ね、うん、だから中西さんから、うん、ジョージ秋山先生のね、うん、ゼニーゲバーとアシュラ、うん、両方をね、うん、ね、中西さんから借りて俺読ませてもらったことがあるの、うん、面白かったよ、うん、でも細かいことは覚えてないな。まあ、導入はなんかね、あの貧乏な家庭で、うん、多分お父さんがねいないんですよ。お父さんはね、その貧乏な生活で、その自分の妻と自分の子供を養うのが嫌で、どっかの飲み屋の女の人と消えちゃって、で、お母さんはいるんですけれども病気で、ずっと寝込みきりなんですよ。で、その男の子はなんか、まああれですよ、まあ、母ちゃん早く治ってくれみたいな感じで、ずっと看病とかしながら生活してるんですけど、お母さんがね、もう病気ですぐにもうすぐ亡くなりそうみたいになった時に、お医者さん呼んだんだけど、これ薬1ヶ月間ね打ち続ければこんな病気すぐに治りますよって言うんだったんだけど、もう貧乏な風邪だからそれは出せないっつって、で、結局お母さんはそれで亡くなっちゃうのよ、お金がないから注射打てないで。でそれを機に、その、まあ、心優しかった男の子が、銭があれば
母ちゃんは死ななくて済んだんだっつって、俺は世界一の金持ちになってやるっつって、ありとあらゆる殺人とかいろんな汚いことをして金持ちになって、最終的に政治家にまでなるみたいなアンチヒーロー的な話なんですけど、うん、ちょっと長くなっちゃったけど、うん、そういう汚い男なんですよ、その、うん、主人公が、まあ、汚くてそしてかわいそうな男だったよね。そうそうそう、その彼がね見せる表情っていうのはだいたい怒ってる表情が多くて、もしくはその金を手に入れたことによって得られる喜びから来る笑顔ぐらいなんだけど、そのこういう目をしててね、うん、で怒った表情をするんですよ、うん、でも、まあ、こっちから見たらこっちの目は見えないから怒ってる表情なんだけど、こっちから見たら怒ってる表情はなく見えなくて、まるでこう泣いてるようなね、うん、顔に見えるっていうのが、なんかその蒲郡風太郎という人のね、なんだろう、基本怒ってるんだけどその裏ではなんか悲しみがあるみたいな、その主人公のその表情っていうのを よく表してるなと思って、非常にうまい表現いやいや、だいぶ時間かかっちゃったけど説明に、うん、そうそうそう、それをちょっと今日コスプレ的にやってみたんですけど、はい、ちょっと話の途中だけど、ちょっと金玉がかゆいんで、ちょっと金玉を描きます、ね、うん、いやいや、そんな赤塚不二夫的な表現かゆいかゆいかゆい、うん、俺のジョージ秋山愛も金玉の彼さんがかなわなかったということで、うん、俺もさ、うん、先日やっぱりジョージ秋山先生が亡くなられまして、うんうん、SNS でね、もうジョージ秋山先生ご冥福をお祈りしますみたいなことをねちょっとコメントしたんだけども、うん、その割にはちょっと金玉が痒くなってすいませんでした。その割には、どの割にはじゃあ俺もね、あの俺の愛が鈴木さんに伝わらなかったっていうんで、もう伝わった伝わった伝わったってはじゃあもうこれは取って、ただの中西健太郎に戻ります。膝に貼っとこう。で、結構俺のゼニガメの説明に話取られたなと思ったけど、時間取られたと思ったけど、まだ17分ぐらいだった。中西さん、うん、こないだも言ったけど、うん、あんまりそのさ、うん、顔をカメラに近づけて、うん、そんな残り時間を気にしながらさ、うん、動画を撮るってなんか見てる人になんか失礼な気がするな俺。いやでもね、これ46分で切れちゃうのよこれ。あ、うん、で全然前回ぐらい46分ぐらい撮ったでしょ、うん、超ギリギリだったからね、あの、うん、45分30秒ぐらいでありがとうございましたっつって終わってたけど、うん、その時もう46分ぐらいで自動的に切れるっていうのがもう俺頭になくて、はいはい、これあのままもうちょっとね40秒ぐらい続けてたらブツッと切れちゃってたから、うん、時間気にするっていうのは絶対これやんなきゃダメ、うんうん、だからもうちょっとさりげなくさ、うん、時間を気にするにしてもな、うん、じゃあ鈴木さんに聞くわ、いやあと何分か、あと何分か聞いたら、うん、それはそれで同じことじゃないですか、うん、分かった分かった、あからさまにだから、ねうん、気にしてないのを演じながらやんない、うん、それは失礼しました、うんうん、ちょっと酔ってきたの、まあ酔ってくるよねすぐね、うん黙るんかい、うん、いいよいいよ、黙ったって別に、うん、なんか喋んなきゃいけないみたいなの俺好きじゃない、うん、うん、じゃあ、まあ、暑くなってきたけど、暑くなってきたよね本当、うん、暑いよ、やだよ、あのさ、うん、ミント味のアイスってあるでしょ、あるあるある、俺割と好きなんだけど、あ、俺も好きだよ、どういうイメージ、ミント味のアイスって、なんだろう、あ、甘くてスースーしてチョコレートと相性がいい感じだな、で季節で言うとどういうイメージ、
節で言うと夏でしょ、うん、で俺が一番よく食べる、うん、一番コストパフォーマンスの高い、うん、なんだと思う、アイス、スーパーカップ、そうそうそう、うん、スーパーカップあるでしょ、うん、去年、うん、夏の時期に出なかったの、その俺もよく食べてたんだけど、うん、ミント、チョコミント、うん、で、あんま人気ないのかな、俺大好きだけどと思って売ってなかったのね、ずっと夏の間、うん、で、それが出たのよ、それが出たのが、うん、去年の10月、おう、あれ、なんだろう、また復活したのかなと思って、で、また買い続けて食ってたのよ、美味しい、うん、美味しいって言って、おで、そしたら年またいでも売ってたんだけど、うん、それがまた3月ぐらいなくなったの。おこれ夏のもんでしょ、おかしいな基本的に冬じゃんね、うん、売ってた期間がね、え、俺の感覚おかしいのかなと思って、このミントイコールスッとする清涼感が欲しい夏みたいなイメージが、うん、おかしいのかなと思って、どういうことだろうな、それ。これさ、また多分10月に復活したとしたら俺は本当に怒るよ、うん、本当に10月、去年の10月に復活して売ってたけど本当に人気がないからこれでもう売らないって言うならわかるけど、うん、これがまた10月に復活して、でまた年明けてすぐにミント味のアイスなくなり また売らなくなりましたっつったら、もうただの詳細のないバカだって怒るよ、そのどこのメーカーさんだかちょっとわかんないけど、うん、なるよね、だってそうだね、うん、ね、なるね、夏食べたかったのにね、うん、冬食べてもね、うん、こたつでも出してこたつの、ね、上で食うのかなみたいな、ね、いや、まあいつ食ってもうまいんだけど、うん、夏ならなおさら欲しいでしょ、うん、どういうことだろうね、つまりさ、うん、その何チョコミントのアイスのスーパーカップ出してる会社としてはさ、うん、夏はもっと他に売りたい商品があったってことだよねそれもうそんな売れないってこと、じゃあだから、うん、そうなのかな、主力商品足りないのかな、定番みたいな感じのイメージだったけどな、スーパーカップって言うたらさ、他にバニラとかチョコとかチョコクッキーチップみたいななんかあるよな、そうバニラチョコ、うん、抹茶がもう多分永久に、うん、あるのよ、スーパーカップがある限り、うん、そこに俺4番手ぐらいでもうチョコミントがあってもいいと思うんだけど、なんだろう、そこには入れないのかね、入れないんだろうな、終わっちゃった、いやいや、うん、中西さん終わっちゃったっての早いよ、うん、いいんだよそんな区切ったりしなくて、うん、何も喋んない時間があったっていいんだよ抹茶、バニラ、チョコ、うん、チョコチップ、え、順番は順番決めよう、別にそれぞれ違うって当たり前だけど、なんだろう、あといや順番決めないんかいはいや、なんか今俺言おうとしたじゃん、うん、いちごとかなかったっけ、いや、あったかもしんないけど、うん、その定番の中での順番ある、うん、え、そんなに食べない、もしかしてスーパーカップ、 あのね、うん、そんなに食べない、そんなに食べない年に、あのね、アイス買うとしたらって言うぐらい、あのね、うん、残念ながらね、うん、俺は中西さんよりもずっとね、うん、太りやすい体質なの、うんうん、で親父も糖尿病だし前回話したけど、うん、で俺は結構顔が親父に似てるんで、うん、親父にの体だと思うんです、うんうん、まあ俺は知らないけど、だから、うん、そうだよね、あのね、うん、だから糖尿病になりやすいだろうなっていう意識があって、うん、ちょっと甘いものは意識的に食べ過ぎない、あ、まあそんな思い
話じゃなくて。あとね、うん、スーパーカップってさ、うん、まあ、100円か120円くらいで買えるアイスの中ではさ、カロリーは高い方でしょ。まあ量もあって満足感があるっていう、うん、そうそうそう、だからこその満足感であり、うん、だからこそのコストパフォーマンス高いものなんだけども、まあ多分脂肪分も高いだろうな、うんうん、だからチョコミント、スーパーカップのチョコミントはね、うん、年に1回くらいしか食べないね、多分ね、あっても。あ、そうなんだ。そう、まあちょっとね、ウイスキーかブランデーかなんかちょっとかけて食べたいね、うん、それちょっと食べてからにしないと溢れちゃうから、うん、ちょっと食べてからにするんだけど、うん、あれ実際やってんの、その食べ方。たまにやるよ。あ、そうなの。じゃあ家にあるんだ、常備してるんだ、そのちょっといい感じの。いやいや、ウイスキーなん全然安物だよ、そんな、うん、そんなちょっといいウイスキーをそんな使い方しないよ。ちょっとした遊び感覚でっていうこと。そう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 、うん、いちごに練乳かけるぐらいの。そう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 、うん、俺はめっちゃ食う、アイスは。あ、そうなんだ。でもそんなあのハーゲンダッツとかは食べない、うん、多分倍ぐらいするしよ、多分と思う。でも、スーパーカップは貧乏人なんで100円しないぐらいでこうやって満足感あるんでゆっくるんですけど、うん、バニラめっちゃうまいな。まあね、子供の頃さ、うん、バニラなんて一番選ばんでしょ。選ばないよね、うん、なんだろう、ドストレートすぎるっていう、なんかプレーンっていうイメージある。そう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 、そうだよね。何も味が、いや味ついてないわけじゃないんだけど、うん、一番遊びがないやつっていう、なんだろう、優等生で全然面白くないやつみたいな、そうだね、イメージなんだけど、ここに来てこの 2,3 年でバニラ、そのラインナップ4種類5種類ぐらい常時あるけど、めっちゃ手に取る回数が増えたね。おお、あれが一番ぐらい、うん、バニラが。なんだ、うん、なんだ。ってことはさ、うん、じゃやっぱりその分やっぱりチョコミントの優先順位は下がる感じ。うん、でも、うん、バニラ上にやっても次ぐらいに来ていいぐらい。あ、そう。そのチョコ、抹茶は別に、うん、チョコミントがないから仕方なくみたいな感じ。あとさ。うん、まあスーパーカップって、まあ、定番というか一つの最強のアイスの一つだとは思うが、まあね、この毎年新商品が出る中でこう、そう、でもあれのライバルとしてさ、うん、そうっていうやつあるじゃん。ああ、なんかシャリシャリしたやつね、うん、微細氷の入ったシャリシャリしたやつ、うんうん、あれがやっぱり一つのライバルだし、うん、あとあれ微細氷が入ってるから、うん、そうの方がちょっとカロリーがちょっとね、うん、低かったりもしてね、うん、それとあとトルコ風アイスってあるの分かります？俺ら中学生ぐらいの時多分初めて出たぐらいの感じでしょ、ね、うん、俺トルコ風アイスも俺好きで。あ、そうなんだ。そう、味が違うの？俺食べたことないかも。あのね、うん、トルコ風アイスはね、半分溶けてちょっとネリネリする感じにすると、うん、こうすごく伸びて、うん、食感がね、食感がいいんだ。いいんだよ、っていうのもあってさ、やっぱ、うん、やっぱスーパーカップにはそうやってライバルがいるんで、うん、それらも含めた上でさらにね、うん、チョコミントとなると、うん、まあぐっとちょっと優先順位か、優先順位は下がってしまうのかなと推測します、うん、そうなんだ。推測っていうほどの推測じゃないんだけど、うん、にしても秋冬に出す意味は分かんねえな、俺は。うん、うん、そうだな、分かんねえな、分かんねえよ。あと話はちょっと変わるんだけどさ、中西さんがだからそうやってさ、いや俺に近づかないと見えないんだって。あ、そう、さりげなく見たでしょ今。ああ泥棒のように。うん、別に俺が腕時計でチラチラ見てるからいいんだけどね、うん、あとやっぱりさ、うん、単純だけどさ、うん、ガリガリ君ソーダ味とかもさ、
俺そういうの全然食わなくなったな。その氷菓子みたいな、そうだ、ね、アイス系じゃ、その、うん、クリーミーなやつじゃなくて、うん、いやそうもあれや、なんだろう、そクリーミー、アイスクリームだけど、うん、ちょっとそっち寄りじゃん。おう、なんだろう、その氷菓子系に寄っちゃってるじゃん。そうかな、氷が入ってる時点で。俺はまだクリーム寄りだと思うよ。だけどちょっと寄ってるでしょ。ちょっとだけね、うんうん、だからなんか損した気分になる。ああ、わかる、言いたいことはわかる、うん、クリーミー、あ、冷たくて甘くてクリーミーを求めてるの。極端な話、水で薄めてるようなイメージ、うん、ようなイメージあるから、うん、食ったことあるよ、美味しいと思うけど、うんうん、なんかちょっと満足感は下がるんだよね。あ、なるほどね、さすがやっぱりね、うん、陸上やってただけのことはあってさ、うん、エネルギーを取るね、中西さんは。いや、どうかな、エネルギー、なんだろう、中西さん、まあ、安いもんだけどね、うん、中西さん何 42.195 キロって走ったことある、まあ、ないよ。ないんだ、うん、10キロまでじゃないか、はあ、トレーニングで、はあ、それ以上はない。あ、そうなんだ。もう走りたくないよ、それ以上。そうなんだ、罰ゲームでしょ。そうなんだ、うん、何の愛もないよ、俺は陸上、はあ、何長距離に関して。あ、そう、ちょっと時間なんで、はいはい、なんか柿の種をちょっとサク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 、まだ音が聞こえるね。うん。じゃあ、酒飲んでグダグダした感じになっちゃったんですけど、まあ時間来たんで、うん、ありがとうございました。じゃあ、はい、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。